お疲れ様です、マピーです。今回は新チョウゴマイシュタルが登場ということで、チョウゴマパレード新ゴマアップ回していきます。はい、イシュタル、これ神のチョウゴマなんですけど、最近の神のチョウゴマは強いですね。アポロンにウィブサニアにラウムシュットにキンマモンもいたかっていうところなんですけど、まあどれもね、あの片方はそうでもなくてももう片方強かったり、なんなら両方強かったりっていう性能なんですけど、イシュタルはね両方強いですね。進化も10日も両方強い。ただ個人的に注目してるのは10日ですね。はい、ということで進化見ていきます。進化も強いですよ。これ火炎コンバートで、いつもスキルが発動できるっていうのがいいですね。うん、盤面に荒れないといけないとか、6枚以上ないといけないとか、そういう制約がないのはいいのかなと思います。でコンボスキルも条件なしで使えると。でその内容っていうのが 230% の変換率で火炎ダメージに変換。この神のねコンバートゴマの中でも珍しい神の火炎アタッカーってことで、なんか去年出たテンスラコラボのシズに感じるものがあるんですけど、まあ、シズより全然こっちの方が強いですね。はい、火力も高いし、でコンボスキルが 25% ずつ上昇で最大で 80% 上昇というね、コンボも強いですね。このコンバート上昇率 25% っていうところが地味にいい。あの盤面にこいつ含めて2枚でもこう 80% に届かないものの 75% まで引き上げられるっていうのはいいと思いますね。で最大で80出るってことなんで、そこもいいかなって思います。で火炎のダメージということで、他のね、神 S のコンバートだと大体特殊が多いんですけど、火炎っていうのはね、もう穴とか、あとシールドとか、その辺をすり抜けられるんで、非常に強いっていう性能となってて、で、ダメージってのは4100程度なんで、火力は少し低めです。ただ、普通に使えるレベルですよね。うん。で、どういう感じで組むかっていうと、まあ、既存の S3 構築の1枚をイシュタルに変えるっていうのもいいんですけど、個人的にはなんか S4 で B1 にして、カナリーを入れてね、あと、そうかなり入れて S4 のところで大国主っていう構築があるんですけど、その大国のところをイシュタルにしちゃって神 S4 枚のなんか40シーとか組んでみるのも面白いんじゃないかなと思います。ただ火炎ってなった時に、火炎の S を中途半端にこう火力ね高すぎず低すぎずみたいな、このイシュタルを入れるなら、バハムト入れるっていうのも全然ありかなと思ってて、バハムトの方がねスキルの火力高いし、コンボスキルも最大2倍出せるってことなので、個人的にはバハムトでもいいかなとは思いますね。はい、ただカバハムトに比べるとちょっと HP 高めに設定されている神 S っていうことなんで、まあ、そういう属性とかのね兼ね合いでどう決めていくかってところですね。ただバハムトを入れるんなら、多分その A ゴマとかも竜の A ゴマを減らして神の A ゴマ入れるっていうところになるので、人によってはバハムートじゃなくてイシュタルの方がいいって人もいるかもしれない。あの神の A ゴマが揃ってるよって人だったら、バハムートじゃないわ、神の A ゴマが揃ってるんだったらバハムートにしてもいいだろうし、竜の A ゴマが揃ってないんだったら、バハムートにして竜をこう、あ、ん？なんだ、自分で言ってて分かんなくなってきたわ。まあその要するに駒箱状況ですね。あのコンバート組むにあたって A ゴマがどれほど揃ってるとか、そういうところで考えるのがいいと思いますね。あの神が揃ってないなら、こいつを入れたらいいし、神が揃ってる、もしくは竜が揃ってないっていう状況だったらバハムートでもいいのかなっていうところで、人によってね構築を分けていいかなと思います。ただイシュアル自身はね全然強いと思います。はい、で問題はこいつよ。この10日のイシュタルが個人的に、やばいんじゃねえかなって思ってて、スキル捕食、コンボスキル最大2倍出せるっていうことなんですけど、この捕食っていうのが 1.5 倍で与えたダメージの 80% 回復と。で、まあ、これね、あのもう実は既存の駒にいてですね、全く同じ性能のやつがいるんですよ。それがフロアイエローっていうんですけど、これか、これね見てアタックも全く一緒で、で倍率も一緒なんですね。まあ、ただこっちは捕食って言っても自分の手駒が1枚呪われてないといけないっていう状況なんですけど、その条件が外れてこうラニコン号とか、あと神タンとか、そういうデッキでも使えるような性能になってるんですね。で HP もクソ高いというところで、これどれぐらいのアドバンテージかっていうと、プラスマックス 1.4 倍リーダーから放った場合、2600ほどのダメージを与えて2080ほど回復するんですね。なんで単体スペックで見ると、火力はさておきアドバンテージだけなら神の S アタッカーとかより出るんですよ。ジークフリートとかって4630じゃないですか。でイシュタル4680のアドを得られますからね。アドバンテージだけで見ると破格です。で、捕食するってことで、ただ個人的にはこっちじゃないんですよね。あの捕食の方はあんまり気にしてないっていうところがあってですね、コンボ2倍、これがいいんじゃないかなと思ってて、コンボ2倍ははっきり言って強い。あのコンボ2倍の駒って本当に少ないんですよ、神の S って。うん、なんだっけな、スキルバッジ適用前のティターニアとか、あとなんかいたっけ、いたっけって感じ。大国主とかも違うよね、確かあいつ 1.8 じゃなかったっけ。ってことでちょっとね、自分の記憶曖昧なんで一応確認するんですけど、
こっちかな。ほら、大国ですら 1.8 倍っていうことなんですよ。なんでスキルの火力の低さを補うコンボの火力の高さなんじゃないかな。コンボ2倍出せる。ただ 1.3 上昇じゃなくて 1.25 ということなんですけど、別にこれもそんなに気にしてないですね。 1.25 倍ってことは2枚で 1.56 しか出ないっていうところはあるんですが、それでも盤面に2枚 で3枚目を出すときに 1.95 倍かかって、まあ、実質2倍に近い火力は出るっていうことなんで、めちゃめちゃいいなと思ってますね。うん、強いと思います。でこの神殴りと今後どっちに適正かっていうと、どっちにも適正だけど弱点もあるって感じですね。神タンで使うにおいてはですね、何が弱点かっていうと、まあ、火力が減るっていうのはあるんですけど、この回復っていうのが邪魔になる時があります。というのも神タンって HP が減れば減るほど倍率のかかる麦とか金麦とかプティとか、ミューズとかがいるし、あと回復することによって強いのは強いけど、あのエンデガとかアラジンとかがね、発動しないようになる可能性もあるわけじゃないですか。発動しないようになって手札が回らなくなるっていうところもあるので、そういう弱点はありますね。ただ全然コンボ2倍出るのはどう考えても強いですね。コンボに関しては神タンにめちゃめちゃ適正ですね。はい、なんで普通に神タンに入れてもいいし、ただ少し取り回しが難しくなるっていうところなので、そこだけ注意ですね。でこいつを入れることによって神タンがどう強くなるかっていう、その明確にね、どう強くなるかっていうと、個人的にはね、あのあいつに強くなると思いますね。ヌラリとかメヒとかに強くなると思います。あの辺って金魔門でカットとかされたりするんですが、金魔門のカットつってもこのイシュタルって物理ダメージ分だけなんで、そこまでカットされないのと、あと単純に回復、大きめに回復することによってヌラリって思いっきりこうなんだろう、リーサルずらされるんで、そう考えるとね、イシュタルって入れておくことによってヌラリとか、あとマデキ対面系においてはね、デバフとかされない限りはかなりいいんじゃないかなと思います。はい、バフ対面とかだったらそうでもないのかなというところではあるんですけど、それでもコンボ2倍出せますからね、全然強いです。そして混合においては単純に火力が下がるので、そこをどう捉えるかですね。ただコンボスキル最大2倍出せるから、そんなに気にしなくていいんじゃないかなとも思いますね。ただ今の混合ってただでさえ火力がね、ちょっと足りないなと思ってて、バハムとヤマタノオロチメイ構築じゃないと個人的に火力不足を感じるんですよ。なんでメイ、バハムとヤマタノオロチのどれか抜くかどうかですよね。うん、正直怪しい。あ、ただあれです、あの7月に入ってからジェインイがスキルバッジ解放されるので、そのジェインイとバハムートイシュタルっていう構築もまあ面白いのかなと思いますね。ただその分メイとか抜けることによってデバフには弱くなっちゃうんですけど、なんで今混合の S5 はかなり激戦区ですね。バハムートは入れるとして、このイシュタルを入れるのか、それともジェインイ、ヤマタノオルチ、メイのどれかから選んでいくっていうところで、今の混合はもうかなり S の読みとかね、難しくなってくるかなって。おい、びっくりした、なんか来た、ちょっと席外すね、ごめんね。はい、ということで戻りました。ちょっと荷物が来てましたね。あのレンズ来ました、コンタクトレンズね、頼んでたやつが来たんですけど、ちょっと話戻します。はい、コンボ最大2倍と、うん、でコンボ最大2倍は本当に強いと思います。本当に強いと思う。あのなんでティターニアがスキルバッジ解放されないのっていう話をちょっとしたくてですね、あいつは初手から、出せるっていう強みと、コンボが2倍っていう強みがあってですね、今は戻ってきても環境に与える影響ってそこまでないんだけど、実際出された時のこう圧力というか、別になんかバッジ解放してもいいけど、なんかしてもそこまで環境に与える影響って多くないっていうのと、あと実際結構ね、あいつって上振れ駒みたいなところがあってですね、いつでも波動を取れるんで、出された時のね、なんかゲームとしての面白さとかそういうところ考えると、ティターニアってあんまり解放されないのかなっていうところがあってですね、でそのティターニアよりもイシュタルってコンボスキルが 1.2 上昇じゃなくて 1.25 上昇の最大2倍なので、普通にやっぱ強い気がするな。うん、こいつ出たんならなんかティタ解放されてもいいかもしれない。なんかこいつ出たってなるとティタ使うところが本当に減るので、うん、俺はね、個人的にはティターニアの解放はまあ、近い気がするね。これ出たんならティタ解放、いやでもティタと一緒に使えると難しいんかな、強いんかな、最大2倍や出るやつが多いからみたいなところなんですけど、まあ、ちょっとだけねティターニアをね引き合いに出しちゃったんですけど、そんな感じです。最大2倍っていうのがどれほどやばいかっていうのはね、そういうことです。しかも 1.25 上昇ですからね、この子は非常に強いです。はい、ということで、10日のイシュタル、進化のイシュタル両方ね解説しました。松パックいきましょう。いつもこの画面でね、この画面で始まって上に松パックあるっていう僕の動画あるあるなんですけど、よろしくお願いします。さあイシュタル以外だと、あいつが欲しいです。2体目のマンドラゴラ、あの辺が欲しいかな。いきましょう。ういベルベユールは2体持ってるんだよな。ドリーム
なんとかパレードみたいなやつもあって、最近超駒の実装ペースが早い。あー、ラファエルありがとう。ラファエルさん、では本編いきますか。いやー、マジレシタル欲しいよ。これは強いぞ。混合でも神探でも使えるような性能ではあるからね、個人的には拾っときたい。あとね、10日のイシタル、さっきめっちゃあのコンボやばいって言ってたけど、地味にあいつ陰もすごいですよ。同心なんですよ。神の S 同士でバフリーダーで使える性能のやつって本当に少ないんで、そこもね、まあ、評価点になるかなとは思いますね。はいはい、まあまあまあ、いや、どうしよっかな。正直今ここでかけら全部溶かすのすごい怖いんだよな。あの7月でしょ、で8月、なんか俺予想なんだけど8月あたりに何かしらのコラボが来ると思ってるんですよね。なんか去年はリゼロが8月に来たから、コラボのこと考えるとそこまで石ね、たくさん使いたくないっていうのあるから、イシュタルを早めにここで気楽に楽にゲットしておきたい。あー、アルタイルさん、まあいいでしょう。イシュタル、イシュタルって何、エジプトの神なんかな、なんか聞いたことあるな。イシュタルってなんだっけ、なんか聞いたことあんな、なんか漫画のキャラいなかった。あ、マリクか、マリクイシュタル、あれだ。マジックカード死者蘇生は発動、イシュタルを召喚。お願いします、イシュタル来い。あ、え、あ、俺進化前の目持ってなかったんだ、かわいい、かわいい。え、うっしゃーしゃしゃいしゃいしゃしゃい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 、うーマリクイシュタル、私自身が盤面に出ることだ、しゃい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 、ということで引けました、ありがとうございました。ただ10日で出たんで、動画出すなら進化から出したいかな、コンバートの方から出して10日を使いたいですね。はい、ブルッタ、そうだね、あとこの11連と11連で今回終わろうかな。やった、アイシュタル出てくれたわ、めちゃめちゃ嬉しい。よし、これ動画で使うしかねえな。ただ今出たの10日の方だから、1回進化にしないといけないけど、まあまあ全然 OK です。待って、今気づいたんだけど、今日白のと、やべえ、今日白のと最終日じゃない、みんな夜に俺のチャンネルによろしくな夜に俺のチャンネル来てくれ、また緊急配信するわ。さあ、そんな感じでちょっと生配信の予告もしといて、マジで白のと、ちなみに全然やってない本当にやってない。なんで、まあ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 、夜にやりますか。ってことで今日はこの辺で終わりましょう。あの、アッシュ誰じゃねえわイシュタル来てくれてありがてえ、マジでありがてえ。一旦バンク全部ぶち込んで、で、どうしようかな、イシュタル10日で出てるから、よいしょ、ちょっと待ってね、イシュタルだけ回収しておこうか。どこだ、いた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 、全部バンクに直接ぶち込んで、まあ、メイちゃんもぶち込んじゃったけど、いやー、ありがてえな。プラス全部振っちゃうか、とりあえず。あの、アタックのプラスあるかな、ちょ、俺アタックのプラス最近全然ないんだよね。お前か、もうライフか、ライフで、いや、アタックねえわ、アタックねえ、やっちまった。白の塔やんなきゃ、よし、絶対白の塔やります。ということで今日はこの辺で終わりましょう。あ、そうだ、オセビューとかやっとく、オセビューでアタックプラスやり出てくんねえかな。あ、でも、あ、待って、オセビュー思い出した、昨日シズマの最終日だからねえんか。ちなみにシズマチ今月ちゃんと30位内入りました、褒めて。あの、本当に最終日、最終日マジで頑張った。最終日、なんか3500ポイントから3850ぐらいまでね、一気に上げましたね。350ポイントぐらい持って、それで30位内ぶちかましたんで、褒めてください。はい。25位と、久々だな、こんな上位取ったの。マジで久々。すげえ。みんな頑張ってたんだね。ってことで、よろしくお願いします。イシュタル欲しいなと思った方、あと、イシュタルの性能の解説いかがだったでしょうか。参考になっている方いらっしゃれば、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。